はようございます、しげちゃんです。今池田市の方に来てます。月山ってところ登ろうかなと思って、来ました。日が高くないんで、まあ楽にちょっと登ってみようかなと思います。ここ通れないですかね。え？あ、通れますか？あ、すいません。はい、ありがとうございます。あ、有料道路になった。こんなとこにあるんや。知らなかったですけど。まあ、自転車はなんか、無料だったみたいです。うわ、結構きついな。うわ、きつ、11%やんか。うわ、13。なんじゃこれ。14。いい。結構きついな。おう、いい眺め。ちょっと先が読めないのでゆっくり行きます。あ、きつい。ずっと14よこれ。
きつっ。なんじゃこの体が。15
池田市のさつき山登ってきました。頂上にあるさつき山霊園ってところ、登ってきました。展望台がループ状になっているので、ちょっと登ってみようと思います。よいしょ。大したことないんかなと思ったら、とんでもない激坂でした。なんか有料道路っていうのが納得しますわ。まあ、自転車は無料でしたけど、車は有料でしたね。10%超えとかずっと続いて、2は結局は上がらないもんな。1回は上がらない、降りられへん。超は激坂、こんなところが京阪神のところにあるとは思わなかった。きつかった。おお、いい眺め。後で移します。全然まだ20キロしか走ってないのに、とんでもなかったな、ここ。いいコース見つけた。またここからやったら、カツオジも抜けれるし、妙見山も行けるし。おお、結構な高さあんね。よいしょ。ループ上上がってきました。よいしょ。うわー、最高やなこれ。見えますかね。京阪神結構高いな。眺め、ここはいいや、最高やね。さつき山の方から、
勝尾寺の方まで行きました。はちょっと上りはいいですけど下りはちょっとまずいですね。道がちょっと悪いんですけど、いやーでも激坂でしたね。さつき山からちょっと勝尾島での間ちょっと GoPro がバフってしまって撮れませんでした。残念。特に固定が決めてないので、もう気ままに
山の上行ったら霊園ばっかり行ってる。
暑いぞこれは。Thank you.